はい、どうも、おぱしです。今回はですね、ゲーム実況者って結構みんなすごいガチャガチャ引くじゃないですか。まあ、パズドラ、モンスト、コールオブデューティー、BO3 のね、ガチャ課金、なんと去年4000億の売り上げがあったそうですね。ということで、おぱし個人で、一人で去年一体いくら分ガチャガチャを引いたんだということで、2016年の動画すべての集計を取りました。で、まあ、おおよそではあるんですけれども、今回こちらの方、ランキング形式で発表して、1年間でいくら課金したのかをちょっとね発表していきたいと思いますので、皆さんね、お付き合いいただければなというふうに思います。想像しながらお楽しみください。では早速ランキングなんですけれども、おぱしが去年2016年1万円以上課金したゲームはなんと13タイトルありました。ということで、惜しくも1万円に到達しなかったランキング外のゲームをまずご紹介していきたいと思います。まあ、惜しくも1万円って気持ち悪い表現ですね。はい、ではこちら、コールオブデューティー IW8700円、お次ドラゴンクエストどこでもパレード3000円、姫神絵巻2400円、オズクロのクロニクル5000円、イルーナ戦記が5000円、アイギス A 5000円、トーラモンライン5000円、ビジョポリスが1500円という結果でした。では、ここから先は、ランキングトップ13ですね。トップ13、なんと全部1万円以上ということで、第13位はこちら。クリプトラクトでした。なんとこちら同率で他にもあります。遊戯王デュエルリンクス、カンパニーガールズ白猫プロジェクトですね。こちらの4タイトル全部課金額が去年1万円でした。ということで、お次第9位はこちら、モバイルストライク1万5000円でした。こちらのゲームはですね、まあ、リスナーさんと一緒に、戦って、ジャンヌヒイラギチームをボコボコにするという企画だったので、まあ自分が先陣を切って課金して、まあ、最強チームを作り上げて世界ランカーになっちゃったといったゲームでしたね。まあ、すごい面白くて、すごい身のあるいい課金だったんじゃないかなというふうに思います。いい課金という言葉なんかちょっと闇が深いですね。お次こちら、第8位ロストレガリア、モモリナちゃんとの福岡動画の時のタイアップしたゲームですね。はい、お次こちら、第7位コールオブデューティー BO3、 こちら2万400円でした。意外と BO3 そんなに課金してなかったですね。まあ、2万400円は意外とっていうのもなんかずれてるかもしれませんが、正直な結構課金してるつもりではいたので、意外と少なくてちょっと安心してしまいました。お次、こちら。第6位、シャドーバース。こちら3万円でしたね。去年年末頃から配信を開始して、まあ、その都度になんか結構割とこまめに1万円ずつ課金してしまっていたので、まあ、結構額がいってしまいましたね。負けたら課金の配信は基本的に1回配信するたびに3000円ぐらい飛ぶんでね。まあ、その結果もあって、3万円課金という結果でした。お次、こちら。第5位、ユルドラシル。こちらのゲームはリュウさんと一緒にガチャガチャを引いている動画で1回で5万円分使ったということで、こちら第5位でした。お次、こちら。第4位、こちらからね、ちょっと金額が、上がってきますね。第4位、グリムノーツ。こちら、スクエアエニックスのグリムノーツ、10万円でした。なんとプラス、同率、もう一つ第4位ございます。パズル&ドラゴンズ。こちらもなんと10万円でした。ということで、まあ、やっぱ、ここから先もスマホゲーしかないですね。まあ、据え置きだと10万円はそうそう課金しないんじゃないでしょうかって、携帯ゲームでも10万そうそう課金しないですね。はい。では、残り、第2位と第1位、発表していきたいと思います。お次、第2位、こちら。モンスターストライク。こちらなんと課金額、12万円でした。12万円課金して、まあ、結構まあ100連ガチャとかの動画を何回か上げたんですけれども、1個ね、動画がとんでもなく跳ねたんですよ。で、跳ねた動画があって100万再生超えてるんですよね。100万再生超えると、本当に半端じゃない広告収益が入るんですよ。下品な話ですけれども。なのでね、モンストに限って言えばですけれども、実は黒字だったりします。こんだけ課金していても。なんで、モンストの課金は本当に偉大ですね。モンストパズドラは多分ね、実はお金かけて課金した方が儲かるっていうね、錬金術になってる人たちもいっぱいいると思うんで、まあ、そんなね、びっくりするような状況が起きていました。お次最後第1位こちら、崩壊学園ですね。こちらなんと課金額去年、13万円でした。ジュエリーさんと最後にコラボして、まあ、高評価6000いったら結婚とかいろんな動画を上げてすごい楽しいゲームでした。ということで、去年年間おぱしの課金総額はなんと66万
1000円でした。皆さんどのように思われましたでしょうか。意外とコールオブデューティーが少なかったりね、あのパズドラモンストとかに意外と課金していたり、結構自分でも考えてみてね、あ66万円かと思ってちょっとね、あの憂鬱になりましたね。ということで、今年もね、いっぱい課金したり、いろんな面白い動画上げていければなというふうに思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。